岡島動画チャンネルよかのとです。今日はさあ検証を始めようか。はい、前回ねこちらのクロコダイルとリモコンとエンジンなんですけれども、うん、このボトルフルボトルバスターに入るのかっていうね、検証の動画をやったんですけれども、そのね動画のコメント欄にクローズドラゴンとラビットタンクスパークリングも装填できるかやってみてくださいっていうねリクエストがあったので、今日はこちらをやっていきたいと思います。はい、大島、じゃあ検証の前にねビルドドライバーに装填したらどうなるかやっていきたいと思います。まずはクローズドラゴンから。ラビットタンクスパークリング、当たった。ビルドドライバーに装填するとこんな感じですね。はい、大島、さあそれじゃあね、うん、この2つをフルボトルバスターに装填していきたいんですけれども、うん、まあ、やっぱりこのままじゃ装填できませんよね。うん、うん、だからそうちょっとネジとかを外してやっていこう。え？ネジとかを外してやっていこう。ネジとかをは外してやっていこう。やだよ。なんで？いや、多分元に戻せなくなる。大丈夫だよ、元に戻せる。あ、というわけでね、分解はしたくないんです。分解はしたくない。でも、フルボトルバスターに入れてみたい。じゃあどうする？このピン配列をね、確認しようと思って。うん、このピン配列をね、確認してね。ちょっとこれをこう自分で作ろうかなとも思ったんですよ、この形を。でクローズドラゴンをパッて見た時に、あれ、ピン配列同じ。そしてねふとあのボトルが頭をよぎった。そう、それはこちらフルフルラビットタンクボトル。そしてピン配列を確認した。そう、ピン配列同じなんです。同じなんです。もちろん、もちろんクローズドラゴンも同じなんです、うん、さあ動画を見てる皆さんに問う、この3つのボトル共通点は何か。シンキングタイム。てて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 てフルボトルバスターにラビットタンクスパークリングクローズドラゴンを装填した場合の音声っていうのはフルフルラビットタンクボトルとフルフルマッチ一緒なんです。一緒なんです。まあ、こんな感じでね、皆さんからの疑問、質問にもなるべくこうお答えしていこうと思っておりますので、またね、何か知りたいことあったらぜひコメント欄の方に書いてください。書いてください。あまり激しいことはダメよ。あとネタバレとかもね。そのわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見たな。そのわけで今日はこの辺でバイバイ。